PV-2 民間に払い下げられた後現状に復元された現存機体でフロリダ州ペンサコーラの国立海軍航空博物館の展示機ロッキード PV-2 は第二次世界大戦中にアメリカのロッキード社で製造された紹介爆撃機である。相性はハープーンイギリス空軍向けに開発作された PV-1 ベンチュラの性能向上型として 開発され、1943年11月に、初飛行した。PV-1 との大きな相違点は、翼の形状と爆弾等の搭載量で、特に PV-1 の肩発停止時の操縦特性と、地上滑走時の操作性を改善するため、VIV は完全な新設計となった。武装も強化され、機種に前方固定式 12.7mm 機銃5畳。 胴体背面の機銃等に連装の 12.7mm 機銃、胴体後方下部の機銃座にも連装の 12.7mm 機銃が装備され、双発機でありながら4発重爆撃機並みの重武装が施されている。爆弾層も大型化され、1000リットル、B 爆弾6発、もしくは11、75イン、ティニーティムロケット弾か、マーク13魚雷を2発搭載可能である。 この爆弾層拡大は PV-1 が搭載可能重量であったのに爆弾層のサイズからティニーティムロケット弾を1発しか積めなかった反省であった。他に、よくかのパイロンにゴインロケット弾を変よく4発ずつ喧火可能である。しかし、この強化の結果、機体重量の増加により最大速度の低下が当初の見積もりであった。 時速1 0トルを大幅に上回る約時速5 0トルに達し、さらにセリフシーリング式燃料タンクの燃料漏れや主翼下駄の強度不足の回収に手間取ったため部隊への本格的な配備は1944年春からになった。速度低下は実戦において致命的な弱点となるが、この頃には、 仮想的の日本軍はすでに弱体化しており、PV-1 と同じ P&WR-2800 から31だったエンジン乾燥も特に計画されずにそのままとなった。本機はアリューシャン方面で実戦配備され、1945年からは南太平洋方面にも配備されたが、活動の鈍った日本軍との間に特筆すべき、活躍もなく終わり、戦後は 米海軍の主力対戦小会機となったが、ほどなく後継のロッキード p 2トネプチューンの配備により予備役に回された。主な改良型は、機種の武装を 12.7mm5 丁から 12.7mm8 丁に強化した PV2D で1944年11月16日に100機が発注されたものの、対戦終結とともに35機が完成したに止まった。 余剰となった機体は日本、ブラジル、フランス、イタリア、ポルトガル、オランダ等のアメリカ同盟諸国へ1940年代末から供与された。海上自衛隊の前身である警備隊はその発足にあたり独自の航空力を保有することとなり、1954年3月8日に日米間で MSA 協定が結ばれ、米軍から 航空機の供与を受けることとなった。1955年1月16日、米海軍に岩国航空基地において17機の PV2D を受領し、カノヤ航空基地所属のカノヤ航空隊に配備されて運用が開始された。しかし、居住性が悪く長時間飛行に向かないこと、着陸が難しいことに加え、機体の老朽化が進んでいた上に旧式機器のため、 予備部品が不足しがちで整備に支障が生じ稼働率が低い等の問題により運用部隊での評価は低いものであった。そのため、主に、カノヤ基地において操縦や紹介作業の訓練用に使用された。1956年には新型紹介機として最新のグラマン S2 階から1トラッカーとロッキード P2V-7 にプチューンが導入されることが決定し、 本機はそれらと交代して1958年頃には、紹介機としては一線を退き、その後は6機が、軽機飛行訓練機、2機が、PV-2 改めの名称で、機上作業練習機として運用された。訓練、練習機としての運用期間も短く、1961年8月に、全機除籍された。その後は、地上教育機材として用いられ、 機体は消火訓練や救助、脱出訓練用の機材として使用された後、1970年代の末には前期が処分されている。海上自衛隊に供与された、p v 2 p v 2三面図出展、分林道館航空ファンイラストレーデットの73、第二次大戦毎回軍機全集108ページ。サブマリン707から、海上自衛隊。 第一航空軍基地から飛び立った本機が浮上していた有血者の U3 号海潜水艦を爆撃で撃沈する。ありがとうございます。